こんにちは、ステロです。今日は怖い話がある。昨日は、23歳の女の人の体、警察見つけた。どうして？そのエビノ区の交番の警察は、彼は、彼女がある。その彼女は23歳、彼は26歳。でも彼は、まだもう結婚した。でもその彼女はそれは知らんかった。そして、後でそれは見つけた。本当にうるさい喧嘩があった。そして、その喧嘩こと、彼は本当に怒っている。それから殺したその彼女、その23歳彼女。後で、昨日は、警察、その彼女の体を見つけた。そして今その警察は犯人になる。それは本当に怖い話。阿倍野区の交番は本当に近い。僕の家は隣に。そして、いつもニュースで、ひどい警察の話がある。いつも警察は犯人になるでしょう。アメリカもいつも警察は犯人ことする。じゃあ、それは僕の話。あなたは何と思う？どうして警察はいつもひどいこと？その仕事大変でしょう。多分いっぱいストレスだって。わからない。じゃあ、またね。